こんにちは、あみもの部屋です。今回はケークを使ってピンクッションを作りたいと思います。針山ですね。今回使うケークはカラーナンバー32、約 30g、51m、アクリル 100%、 このような温かみのある素敵なお色のケークです。今回はですね、こちらのちょっとラベルがないんですが、ダイソーさんのエアブレンドをピンクッションの中に入れたいと思います。綿も入れるかもしれませんが、現在はこのエアブレンドを考えています。その他にハサミ、とじ針、段数マーカーも使います。かぎ針は7号を予定しています。この度もどうぞよろしくお願いいたします。それでは編んでいきたいと思います。今回こそ少しずつ出すことに成功しました。ケークシリーズ最近やりすぎですので、ちょっと今回こそサクサクと進められればいいですね。それではこのように作り目をして、まず鎖編み5目を編みます。1、2、3、4、5ですね。次にこの輪の中に長編みをこのように編みますね。すいません、サクサク盛りそうですね。お付き合いください。次に鎖編み2目ですね。すいません、こんな感じにしかできないみたいなんで、ゆっくりとご覧いただければ幸いです。こうですね。今ですね、鎖編みを5目編んで、その次に長編みを編みました。その次に鎖編み2目、長編み、鎖編み2目、長編みですね。この長編みを全部で5回編みたいと思ってます。次が鎖編みで、次が長編みですね。次が鎖編みですね。次が長編みですね。次に鎖編みを2目編みます。ここで一度針を置きます。最初の鎖編み3目プラス2目プラス長編みが 1,2,3,4,5 ありますね。それでは輪を絞りますね。このように引っ張ると、今ここが真ん中の方が反応しましたので、このようにキュッキュと絞っていきますね。この糸をもう一度絞って、これで中心が絞れました。それでは針を戻しますね。次は最初に鎖編み5目を編みましたが、その3目目、ここですね、3目目にこのように針を入れて引き抜き編みをしますね。よいしょですね。これで1段目が編めました。このここですね、次の輪の中にさらに引き抜き編みをします。2段目に入ります。2段目は鎖編み3目で立ち上がりますね。その後にこの輪の中に長編みを2回編みます。1回目、2回目。次に鎖編みを3回編みます。
その次はこの輪の中に長編みを3回編みますね。1回目、2回目、3回目ですね。次にまた鎖編みを3回編みますね。この輪の中に長編みを3回編みますね。2段目はこの繰り返しになります。それでは最後まで編んでいきますね。2段目の終わりです。鎖編みが3目編めた状態ですね。最後は最初の鎖編みの3目目、ここですね、に引き抜き編みをして、これで2段目が編めました。次にですね、隣の目、ここですね、ここです、隣の目に引き抜き編みをします。さらに隣の目に引き抜き編みをします。さらに隣の穴に引き抜き編みをします。ここから3段目に入ります。まず鎖編み1目で立ち上がります。次に細編み1、中長編み1、長編み3、中長編み1、細編み1を編みます。まずは細編みですね。次に中長編みを編みます。次に長編みを3回編みますね。長編み1回目、長編み2回目、長編み3回目ですね。で、あと2回編みたいので、ちょっと引き寄せるといいと思います。次に中長編みですね。次に細編みです。次に前段の長編み3、これは鎖編みですが、長編みが3ありますので、その真ん中の目、このように引き抜き編みをしますね。これを繰り返していきます。もう一度やりますね。まず細編みですね。次に中長編みですね。で、長編み3回目の1回目ですね。失礼しました。と、長編みの1回目ですね。長編みの2回目ですね。長編みの3回目ですね。ちょっと隙間を作りますかね。で、中長編みを編んで細編みを編みました。次に前段の長編み3の真ん中にこのように針を入れて引き抜き編みをしますね。これを最後まで繰り返していきますね。3段目の終わりです。最後の引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。次は4段目に入ります。4段目はまず鎖編み5目編みます。1、2、3、4、5。次に前段で引き抜き編みをしたところ、ここですね、ここに
針を入れて後ろからこのように持ってきますね。ここで引き抜き編みをしますね。こうですね。4段目はこれを繰り返していきます。もう一度やりますね。まず鎖編み5回1、2、3、4、5。鎖編みが編めたら前段の引き抜き編みをしたところにもう一度引き抜き編みですね。こうですね。これを最後まで繰り返していきます。4段目の終わりです。鎖編みが編めたところで最後に引き抜き編みをしますね。ここですね。これで4段目が編めました。5段目に入ります。5段目はまず鎖編み1目で立ち上がります。こうですね。次に先ほど引き抜き編みをしたところと同じ場所にこのように針を入れて細編みを1目編みます。軽く引き締めますね。次に鎖編みをまた5目編みます。1、2、3、4、5ですね。次にこの鎖編みを束にすくってこのように細編みを1目編みます。また鎖編みを5目編みます。次に前段の引き抜き編み、ここですね、の場所に針を入れてこのように細編みを編みます。一度針を置きますね。このような感じになっていますね。どうお分かりでしょうか。これ前段の鎖編みですね。前段の鎖編みのところに鎖編みのお山が2つできました。それではもう一度同じことをしたいと思います。キュッてしますね。また鎖編みを5回編みますね。1、2、3、4、5。次に鎖編みを束にすくって細編みですね。すいません、揺れちゃいましたね。次にまた鎖編みを5目編みますね。次に前段の引き抜き編みのところに針を入れて細編みですね。お分かりになりましたでしょうか。4段目のこの鎖編みは全部で6ありましたので、今1つにつき2つ編んでいますので、この鎖編みの山が全部で12回編むことになります。またこの真ん中の細編みですが、この4段目のお山の真ん中あたりに来るといいかと思います。鎖編みの3目目を拾って細編みをしていただいても大丈夫です。私は即にすくっちゃいましたが、それではこの編み方で最後まで編んでいこうと思います。
5段目の終わりです。まず鎖編みを1、2、3、4、5編んで、束にすくって細編みを編みます。最後ですが、最後は鎖編みをまず2回編みます。1、2、2回編んだら、ここの細編みのところに長編みを編みます。この細編みは一番最初に編んだ細編みですね。このように針をかけて、針を入れて糸を引き出して、この場所で長編みを編みます。一度針を置きますね。一周ご覧くださいませ。ここまで編んだら、あとは通常のネット編みの編み方を繰り返すのみです。ちなみにケークのお色はこんな感じですね。綺麗ですね。それでは6段目に入りたいと思います。鎖編み1目で立ち上がって細編みを編みます。ここに段数マーカー、細編みのところに段数マーカーをつけてもいいかと思います。次に鎖編みを5回編みますね。1、2、3、4、5ですね。で、次に鎖編みのところを束にすくって細編みを編みますね。で、また鎖編みを5回編みますね。鎖編みを束にすくって細編みですね。ネット編みを編んだ方でしたらおなじみかと思いますが、これを好きな段数まで繰り返していきますね。このように鎖編みを5回編んだら細編み、これを最後まで繰り返していき、最後まで来たら先ほどと同じように鎖編みを2回編んで長編みを編みます。またそこから鎖編み1目立ち上がって細編みを編んで、鎖編みを編んで、というふうに好きな段数高さまで編んでいきますね。初めての方もいらっしゃるかと思いますので、何段か一緒に編んでいきましょう。それではまずこの段が終わる頃にお知らせいたしますね。6段目の終わりです。まず鎖編みを2回編んで長編みを編みます。この細編みのところに針を入れて長編みを編めたら6段目の完了です。一度針を置きますね。オレンジが出てきました。7段目に入りますが、7段目以降は6段目と全く同じことをします。ちょっと最初だけやりますね。鎖編み1目で立ち上がりますね。同じ場所に細編みを編んで鎖編みを5回編みますね。
束にすくって細編みですね。これの繰り返しです。そしてこのネット編みを好きな高さまで編んでいきますが、今作っているのはピンクッションですので、まあ、あまり高さがあってもあれかなと思いますので、まあ、丸っこくされたい方は9段、10段、11段ぐらいまで、こう平べったいのがいいなという方は8段ぐらいでも大丈夫かなというふうに思います。今自分は9段か10段ぐらいまで考えています。それではネット編みを続けていきたいと思います。ネット編みで9段目まで編んできました。ネット編みの部分はこの部分を含めて1,2,3,4,5,6 段編みました。全体的にはこのような感じになっています。立体的なお花が咲いてるような雰囲気ですかね。今回本体の部分はこれで終了しようと思います。あとはこちらを今から編む蓋とつなげますので、まあ、そうですね、まあ、ちょっと長めに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 、まあ、だいぶ長めに、長すぎましたかね。カットしました。それでは一旦こちらはこちらに置いて、今カットしたところから細編みで6目スタートの円を編もうと思います。円は何度も編んでますので一旦省略いたしますね。その円を編む段数ですが、だいたいですね、また戻ってきました、これここと合わせますので、これと合うぐらいですので10段はいかないと思うんですよね。6、7、8段ぐらいのいずれかでしょうかを編んでいきたいと思います。円ができたらまたお知らせいたしますね。細編みで円を編んできました。オレンジの部分を使いたくて、ちょっとオレンジの糸を探してオレンジ、ピンクで編みました。1,2,3,4,5,6,7 段ですね。7段で今現在42目になっています。この糸はもう使いませんので糸処理分だけ残してカットしますね。これぐらいで十分かと思います。それではこの円とこちらの本体をつなげようと思います。ピンクッションの形が見えてきましたね。ちなみに現在残っている毛糸はこれぐらいです。と少々量があって一玉使い切りにはなりませんでしたが、今回稽古で編みたいものが決まってるんですね。とその編みたいものが今回のピンクッションとつなげられるかどうかはちょっと分かりかねますが、まあ、この毛糸もちゃんと作品として活かしますのでご安心ください。糸処理が終わってやっとここでエアブレンドが登場しました。こちらは新品のエアブレンドのだいたい3分の1ぐらいでしょうか。3分の1ぐらいのエアブレンドを引き出してふわふわふわとした状態です。これをですね、こうやって中に入れながらこれで蓋をしようという作戦ですね。それでは実際に編んでいきたいと思います。ちなみにエアブレンドがもったいないなぁという方はの綿とかの不要な毛糸とかでも大丈夫です。と私は今回このエアブレンドで試してみたいと思います。ふわふわです。それでは閉じ合わせていきますね。とまずですね、
こちらなんですが、どこから編んでいってもいいのですが、そうですね、ここが最初の、見えますかね、糸処理をしたところで、なんとなくなんですが、この2つ前ぐらいから針を入れたいと思います。で、今回ここから針を入れるんですが、その2つ前にここですね、印をつけますね。こうですね。それでは閉じ合わせていきますが、このネットがですね、このネット、これが12個あるんですね。で、これが42目なので、4、3、4、3、4、3と編んでいくと、ちょうど42目になるはずです。実際編んでみた方がわかりやすいかと思います。それでは実際に編んでいこうと思います。こちらは鎖編みの後、長編みが終わった状態です。まず鎖編みを一目編みます。このように針を入れておきます。この状態でこの円を持ってきますね。で、針をですね、今回はここですね、見えますでしょうか、ここですね、このように入れます。このままこうですね、このまま細編みを一目編みます。次にここに針を入れて、この次の目、ここですね、ここです、ここです。細編みを一目編みます。次にですね、次のネット編みが、これなんですね、隠れてましたね。この編みなんですね。ここに細編みを3回編みます。まず、ここに針を入れて、で次の目ここですね、ここにこのように細編みを編みます。ここですね。次にここに針を入れて細編みを編みます。次も同様です。このように針を入れて、ここですね、こうですに細編みを今ここに3目編みました。次はここに4目編みますね。こうですね、ここにこのように針を入れて、次の目ここですねに、このように1ですね、で針を入れて、こうですね、2、3、で次ここですね、4ですね。今この最初のこれですね、3目編んで4目編みましたね。これを繰り返していきます。次のこのこれですね、これには3編みます。次のこれには4編みます。もう一度やってみますね。入れて、こうですね、で1入れて、入れて2ですね、入れて、入れて3です。一度針を置きますね。で、次はこれに4目、これに3目、これに3目というふうに繰り返していきます。そして最後なんですが、
最後ですが、ここに針を入れたところに2目編みましたね。で、ここに最初に3目編みました。3、4、で、ここ4なんですね。この部分に2目編みます。で、ここに印をつけたこの1、2、この目が2つここに来ます。そうですね、最後の方に来たら一緒に編んでいきましょう。最後の5目になりました。こちらのエアブレンドも入れました。私は結構パンパンに入れるのが好きなので、結局エアブレンドの一玉の半分ほど入れました。パンパンですね。では最後ですね、このような状態になっています。あとですね、ここにこの場所に3目編んでいきますね。この時に綿とか毛糸を一緒に編まないようにご注意ください。行ってるそばからなんか一緒に編んじゃいそうですね。針を入れてこうですね、1、2、3ですね。で、同じように編んでくださった方は最後このように2目残っていて、このネットですね、こことここに針を入れて、ここですね、印をつけたところにこのようにくれば正解というか、私と一緒の編み方になります。こうですね。で、最後の一目ですね、針を入れてここですね。これで細編みをして合体できましたね。ここそうですね、鎖編みをしときましょうかね。鎖編みをして糸ギリギリでしたね。で、ここで糸処理をする前に本当にこの量でいいのかなというふうに綿や毛糸をご確認されるといいと思います。これで大丈夫ですかね、入れすぎですかね、大丈夫かな。では最後ですね、通常通りこれを糸処理して完成です。完成しました。針を刺してみましたが問題なく刺せるかと思います。ただ場所によってはやや刺しにくい場所もありますので、もしエアブレンドを使われる方はよくほぐしてから入れることをお勧めいたします。とても可愛いデザインで、お色もケークらしく秋冬らしくとても可愛いですね。こんな感じですね。ただ正直に申し上げますと、もうお気づきの方も多いかと思いますが、大きすぎました。はい、この後ろの落ちましたね。このサイズがですね、11センチくらいあるんですよね。編み物教室とかでこうやって真ん中に置いて4人ぐらいでいっぺんに使うことのできるサイズになりました。とても可愛いデザインだと私は思ってますので、4号か5号のウールとかで作ったらこれぐらいのより使いやすいピンクッションができるかと思います。でも今回はですね、せっかく可愛いものができましたので、私はこれを使いたいと思います。この度もですね、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。
季節の変わり目ですね。くれぐれもお体にお気をつけて、ぜひお元気でまたお会いしましょう。